群馬サファリパーク鳥類の飛行症群馬サファリパークは群馬県富岡市岡本一番地にある動物園である。運営は群馬サファリワールド株式会社ユニマットグループが運営するサファリパーク。本格的なサファリパークとしては日本国内5番目東日本では初めての1979年5月1日にオープンした。 1986年5月5日には日本で初めてアフリカゾウの繁殖に成功しタンゴというゾウが誕生したホワイトタイガーがいる動物以外にもジェットコースターなどのテーマパークがある2000年から現在までタマンサファリーインドネシアとしまい園提携。これを記念してインドネシアフェスティバルを開催インドネシアの希少動物と森林保護のため定期的に寄付をしている 同サファリから、ジャワヒョウ、スマトラタイガー、ホワイトタイガー、オランウータンなどの動物を受け入れている、マイケル・ジャクソンも1988年12月のバッドワールドツアー日本公園来日中に訪れたことがある。人材交流として、インドネシアから毎年飼育員を受け入れている。2019年、中央動物看護専門学校と連携協定を結んだ。 同校は2021年4月に動物飼育学科開設を予定しており、実習の受け入れなどで協力する。日本動物園水族環境会より多数の繁殖賞受賞を受賞している。繁殖賞1982年、繁殖賞1983年、繁殖賞1984年、繁殖賞日本初の繁殖1987年。 繁殖症1992年1993年皇帝へ行により、絶滅の危機に瀕するアフリカ水牛を救うため、サファリ生まれの水牛25頭を南アフリカへ無償で提供。2011年東日本大震災により、高崎市に福島県内から避難されている、ご家族を招待インドネシアの気少動物と、森林保護のため定期的に寄付アフリカ、アジア。 アメリカなどの大陸から集めた約100種戦闘0和の動物が広大な敷地で、本来の生態系に近い姿で生活し、動物たちの観察ができるサファリパークである。自家用車、レンタカー、レインジャーカーツアー、サファリバス、餌やり体験バスなどに乗って、野生あふれるようなサファリ気分が味わえる。装飾、肉食動物に餌を与えられる餌やり体験バスは、 動物たちの顔や口が目の前に迫って大迫力である。車でサファリゾーンに入園するときは係員からガイドラジオがレンタルされ、車でサファリゾーンに進むとき、ゾーンごとにその場にいる動物の情報がガイドラジオで流れてくる。またイベントでは、猫家重者見学、モグモグタイム、フライングショー、ナイトサファーリーツアーなども行われている。毎年、イベントホールには、 インドネシアの動物を中心にインドネシアフェスティバルを開催している。ホワイトタイガー、上新越自動車道と三岡インターチェンジより 5km、パークへの公共交通機関は一切存在しない。ありがとうございます。